たしました。ただいま津軽五所川原駅出発いたしました。こちらの列車は隣西野公園方面津軽中里行きでございます。ご乗車の皆様、改めましておはようございます。本日も津軽鉄道をご利用いただきまして誠にありがとうございます。本日金木駅までご一緒いたします。津軽搬送観光アテンダントの坂本と申します。参考案内、乗り降りの手伝いなどをさせていただいております。何かございましたらお気軽にお声掛けくださいませ。で、普段はですね、こういうラフな格好ではないんですけれども、ない私服で来ちゃったのって思われればまでですが、今日実はですね、終点の津軽中里行きで私たちアテンダントが企画したイベントがございまして、月に一度の中泊大集合市ということでですね、中泊町を中心にした、歌とかですね、三味線とか、あと相撲も有名なので神相撲大会とか、あとゆるキャラであるステッチ、津軽鉄道のキャラクターステッチ、あとは中泊町のキャラクターマイケルジュニア、イカリンっていうね、イカリンはね、イカが名物ですので、マイケルジュニアっていうのはですね、相撲の回ししてるんですけれども、やっぱり相撲、大野将とか宝富士が出てるところですから、ということで、そういうキャラクターたちと触れ合いしたりですね、触れ合いタイムなどもございますので、ぜひ、皆さんは今日フリーパス発行だって知ってましたか？1日フリーパス発行で、1000円で乗り降り自由ですから、もちろん終点さ何回何往復してもいいわけですので、ぜひですね、ご利用いただいて、10時から3時までとなっておりますので、ぜひ足をお運びくださいませ。それでは次の停車駅、戸川でございます。降り口は進行方向1番前の左側です。切符運賃はお降りの際に機関士にお渡しくださいませ。定期券津軽フリーパスはお見せくださいませ。で、私はただのポロシャツではなくてですね、後ろにアテンダントちゃんっていうこのキャラクターがついております。津軽半島観光アテンダントっていう、これはイベントの時しか着ないポロシャツなんですけれども、通常はですね、ちゃんと制服に身を包んでるんですが、ちょっと、どんなの津軽鉄道さん乗ってるアテンダントって思われればまでなんで、これは今日特別に来てるということでご了承くださいませ。で、この列車でございますけれども、皆様ずいぶん飾り付けあるなどを持ってると思います。これはですね、3つコラボしてるんですけど、まず1つ目、7月1日から津軽鉄道夏の風物詩風鈴列車が始まりました。車内には地元で作られている津軽金山焼きという焼き物で手作りした風鈴が10個飾られております。茶色い風鈴ありますよね。これ手作りなのでお隣っこ全部違うんですよ。ちょっと鳴らしてみますね。わかりますか？音が違いますので、列車がですね、揺れるたびに風鈴が風で鳴るんでなくて、列車が揺れるたびにですね、すごいいい音色を響かせてくれますので、ぜひこの音色をお楽しみくださいませ。あともう一つ、窓の近くには太宰治の顔が描いた、これはランタン飾りなんですけれども、今年は太宰治生まれてから110年ということで、記念に特別にですね、作ったランタン飾りです。このランタン飾りもなんと今日まででございますので、ラッキーでしたね。ぜひ見納めということでご覧いただければと思います。そしてもう一つはですね、この太宰列車2019という、私たちアテンダントが企画したイベント列車にもなっております。毎年太宰治、金木町出身の太宰治のことをどうにか皆様にですね、興味ある方興味ない方も伝えたいって思って始めた企画なんですが、毎年ですね、
いろんな角度から太宰治を紹介してますが、今回は太宰治が生まれてから110年ということで、太宰治の歴史を振り返るとともに、明治42年から今年令和元年までの日本の歴史、津軽の歴史をですね、一緒に振り返ろうということで年表を作りました。進行方向、右側、後ろ側からですね、水色の個体紙に貼ってるところ、後ろの方から前に呼び進んでいただきまして、 U ターンした折り返してですね、前、進行方向、前から後ろに進んでいただけると年表ご覧いただけますので、ぜひこの機会にご覧くださいませ。喋ることが多すぎてですね、もうすでに次の停車駅でございます。まもなく次の停車駅、五能湖前でございます。降り口は進行方向一番前の右側です。で、太宰列車も8月いっぱいまでの運行でございます。あと金木芦ノ湖へ中里に観光で行かれるというお客様には、駅周辺の地図ご用意しております。欲しい方に、はい、差し上げておりますので、後ほどお席回らせていただきますので、その際にお渡しします。ちょっと枚数限りございまして大変恐縮ですが、なるべくグループで1枚でのご協力をお願いいたします。では五能湖前到着でございます。五能は五所川原農林高校の略で五能と言います。で、右手ご覧いただければ駅舎があるんですけれども、珍しいもの、駅舎もの奥に公衆電話があります。最近なかなか公衆電話なくなったんですけれども、県外の方は珍しいと思いますが、階段がついております。この階段はやっぱり冬雪対策でですね、地面にそのまま設置してしまうとドアが開かないっていう風になるので、必ず雪の多い地域はこういう階段をついでおります。公衆電話、この公衆電話を使う人一回も見たことないですけれども、それでもやっぱりね、非常時には必要ですから、やっぱりなくさないでいただきたいなと思います。すごく個人的な意見を言ってしまいましたが、では皆様、車内販売のお知らせをさせていただきます。私たち津軽ハンドカーコアテンダントのオリジナルグッズ販売しております。オリジナルキャラクターアテンダントちゃん、先ほど私のポロシャツの後ろに書いてあった女の子のキャラクターなんですけど、髪がリンゴになっております。で、このアテンダントちゃんのイヤホンジャックです。スマートフォンやタブレットに挿すタイプのアクセサリーで、ストラップ付きなのでキーホルダーになりもなります。税込み700円のところ、今年は記念すべき令和元年、年号も変わりましたので200円安くして500円でご提供いたします。それだけではなく、さらにですね、このアテナトちゃんイヤホンジャック買っていただきますと、非売品のオリジナルのですね、このクリアファイルを1枛差し上げます。ご乗車中のこの列車、走れメロス号も描かれておりますので、ぜひこの機会にお買い求めくださいませ。あとクリアファイル、売ってるクリアファイルもあります。こちらはですね、青森県のいろんな、もう祭りや食べ物、どこに何があるかっていうのが本当に丸分かりの、沿線も津軽鉄道も書いてあります。今こちらを走っています。そのすごく分かるオール、アテンダントのオール手書きです。心のこもったこの津軽半島カカテナのクリアファイル、税込み200円でございます。
何かの CM じゃないですけど、労力はお値段以上でございますので、ぜひこの機会にお買い求めくださいませ。イヤホンジャックもクリアファイルも車内販売限定でございます。それでは次の停車駅、津軽飯詰でございます。降り口は進行方向一番前の右側です。津軽飯詰でございます。今はですね、12個津軽鉄道駅あるんですけれども、列車の交換というのは金木駅だけです。6個目の金木駅だけでも、かつてこの津軽飯詰の駅が列車の交換もしてあったんです。ですので右側のホームの奥には線路があります。でここの駅もですね、比較的大きい駅なんですけれども、毎月第3日曜日はこの中に飯詰駅博物館というのもありまして、津軽鉄道の歴史がわかる津軽鉄道の懐かしいヘッドマークやですね、写真など貴重なものが飾られております。もちろん無料でございますので、ぜひですね第3日曜日お立ち寄りいただければと思います。でそれから列車忙しいんですよ。太宰列車と言いましたけれども、今年の太宰列車、去年に引き続き太宰治の作品をですね、僭越ながら朗読させていただいております。各牧席にこういう黒い冊子がございます。ここに朗読させていただく作品が書いてますので、よかったらご一緒にご覧くださいませ。今回選んだ作品は太宰治の物思う足から海という作品です。よかったら聞いてください。東京の三鷹の家にいた頃は、毎日のように近所に爆弾が落ちて、私は死んだって構わないが、しかしこの子の頭上に爆弾が落ちたら、この子はとうとう海というものを一度も見ずに死んでしまうのだと思うと辛い気がした。私は津軽平野の真ん中に生まれたので、海を見ることが遅く、10歳くらいの時に初めて海を見たのである。そうしてその時の大興奮は、今でも私の最も貴重な思い出の一つになっているのである。この子にも一度海を見せてやりたい。子供は女の子で5歳である。やがて三鷹の家は爆弾で壊されたが、家の者は誰も傷を負わなかった。私たちは妻の里の甲府市へ移った。しかし間もなく甲府市も敵機に襲われ、私たちのいる家は全焼した。しかし戦いはなお続く。いよいよ私の生まれた土地へ妻子を連れて行くより他はない。そこが最後の死に場所である。私たちは甲府から津軽の聖火に向かって出発した。三昼夜かかってやっと秋田県の東の城までたどり着き、そこから五能線に乗り換えて少しほっとした。海の見えるのはどちら側です？私はまず車掌に尋ねる。この線は海岸のすぐ近くを通っているのである。私たちは海の見える側に座った。海が見えるよ、もうすぐ見えるよ、浦島太郎さんの海が見えるよ。私一人何かと騒いでいる。ほら海だ、ご覧、海だよ。あー海だね、大きいだろうね、海だよ。とうとうこの子にも海を見せてやることができたのである。川だわねお母さんと子供は平気である。川？私は愕然とした。
ああ、蚊は。妻は半分眠りながら答える。川じゃないよ、海だよ。点でまるで違うじゃないか。川だなんてひどいじゃないか。実につまらない思いで私一人黄昏の海を眺める。以上、太宰治物を思う足より海でした。この作品は津軽鉄道と跨線橋で橋でつながっている JR 五能線のお話でございます。また太宰も JR 五能線利用して子供に海を見せたっていうエピソードなんですけれども、どうでしょうか。こういう短編集がですね、太宰治ありますので、いろいろとですね、これをきっかけに読む機会になってもらえればなと思います。それでは間もなく次の停車駅でございます。毘沙門、毘沙門でございます。降り口は進行方向一番前の左側です。この辺は唯一沿線でリンゴの木とかがあります。もう花は終わりましたけれども、低い木で横広がりの木がですね見えましたら、それがリンゴの木でございます。で、木もたくさんあります。この津軽鉄道は昭和3年株式会社として設立した完全な私鉄です。で、その2年後、昭和5年に開業したんですけれども、この辺は田んぼばっかりで、田んぼの間に通した鉄道で木はなかったんです。なんで線路脇に木あるかというと、左に鉄道林という看板があります。この木はですね、津軽鉄道の職員が植えた木です。この毘沙門駅から次の嘉瀬駅までずっと木が線路脇にあります。黒松1500本と杉が植えられてます。じゃあなんで植えたかっていうと、雪が多いんですよ。あまり雪よけで、線路なんぼ雪かきしても間に合わね、なんか対策ねがっていうことで植えたのが線路脇にある木です。もうそれから50年以上経ってます。木はですね、もう大きくなって、その木がですね、もう今もうちょっとすれば日陰になります。皆さんを日陰にするくらい大きくなって、これがですね、雪、線路から雪を、雪から線路をですね守ってくれております。防雪林、鉄道にある防雪林ということで鉄道林と呼ばれております。 JR さんはでは珍しくないですけど、私鉄にこのような鉄道林があるのは全国的にも珍しく非常に貴重だそうです。で、その鉄道林、まるで今夏に向けて緑が濃くなっているので新緑のトンネルのようです。で、ここからはですね、まっすぐ直線が長い区間なんで、よかったら車両前後覗いてみてください。それではこれから皆様のお席回らせていただきまして、金木芦ノ湖中里の地図をお配りしますので、よろしくお願いします。
実際3、4年走ったのに、そして車両に故障見つかりまして、止めであったんですが、ボロボロになったものを2年ほど前、またもう1回この火星機に、サトリシンゴさん来て塗り直してくれたものです。